この階段を抜け出ると屋上の宮殿に出られます。ブランディ。はい。カカシ野郎やドロシーたちは今何をしておるかな。多分我が軍の攻めてくるのが怖くて部屋中うろうろ歩き回っているのでは。どうして奴らが歩き回っておるのだ。物音一つせんではないか。はい、じゃあ多分ベッドの中で震えているのでは。ところでブランディ。はい。カカシ野郎やドロシーは我々のその弱いところをまだ覚えておるかな。弱いところと言いますと、あの例のあの卵だ。私は王様がそうおっしゃるまで忘れておりました。お前もそうか。わしだってあのことはめったに思い出さないのだ。私たちですらめったに思い出さないことを奴らが覚えているとは考えられません。よく言ったブランディ。その通りだ。奴らが覚えているはずはないのだ。よし、決まった。これでわしらは正々堂々と戦うことができるぞ。いいか者ども、おごりを取るな。それ敵は小娘のドロシーとカカシ野郎の二人だけだ。存分に戦うがいいぞ。進め。わかっています。もうすぐですよ。やっぱり鶏の卵にしては少し大きすぎますかね。今頃そんなこと言っても遅いわ。やっぱり本物の卵を使った方がいいんじゃないの。もうすぐやってくるわよ、ノームの兵隊たち。でもこの方が迫力があって効き目があると思いますけど。第一、本物の卵のように割れませんよ。せっかく作ったのですから、これで一つやってみましょうよ。物は試しっていうじゃありませんか。失敗したってもともとですよ。そんなのんきなこと言って。こうペタペタ塗ってあの人たちが卵を見た時の叫び声が楽しみですね。かかしさん、白く塗ってみるとこれまた一段と大きく見えますね。これじゃいくらなんでも卵には見えないかな。かかしさん、もうすぐノーム軍が。天気がまだちょっと乾かないのです。もう少し待ってください。まだちょっと生乾きのところがあるけど、まあいいでしょ。はい、お待ちどうさま。静かですね。どうしたのでしょう。おかしいわね。やっぱり卵が大きすぎたんじゃないかしら。バレちゃったかな。今さら引っ込めるわけにもいかないし、どうしたもんでしょうね。あれは卵、卵。どっちにしても手応えがないのは寂しいですね。あ、これでどうかな。ちょい。
これでいいのです。よかった、うまくいった、成功よ、かかった。そう、大成功です。あた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 、歌う歌う歌う、王様、一体何をお持ちですか。どうする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 、話す。何しろこの城は卵が転がりやすくできておりますから、そうしましょう、そうしましょう。おいブランディ、わしらはこの卵に追われてこのままこの城を出ていくのか。はい、その通りでございます。何かいい考えはないのか。はい、ありません。もうダメだ、まだまだ逆らんな、ダメだと言ったらまだまだ、もうおしまいだ、まだまだまだ。でもどこに行ってたんだ、ずいぶん探したんだよ。化け首くん、ぜひ君の力が借りたくてね。分かってるだろう、我々はどうもあの卵に弱いんだ。頼む、卵を何とかしてくれ。お礼は何とでもさ。そうだ、君のためにエメラルドのありかを探してやるよ。エメラルド、そう、そのエメラルドよ。やり者ども聞け、もう我々には何も恐れるものはなくなったぞ。わしの大事な友達が援軍に来てくれたのだ。我が農務軍の完全勝利はもう目の前じゃ。わいや、逃げ足の速い連中ですね。あれだけいた農務兵が一人もいなくなりました。こんなことなら卵を持ってくることはなかったわね。ニワトリさんに返してくればよかったわ。油断してはいけませんよ、ドロシーさん。まだ何が起こるか分かりません。あの化け物だってこの城にいるはずが、どこにいるのかまだ分かっていないのですから。はい、さ、早く最低者とも今だ。敵に隙を与えるな。行け行け。
たつ。どうも。ついでに、これも。どうも。何してるんです？そんなところで。少し疲れたの。あ、早く上に行ってください。ここは私が何とか。分かったわ。ここにすっか。もうこうしたもありませんよ。ドロシーさんは私たちをほっといてどこへ行ってたんですか。町の方にいたの。ノームの軍隊がたくさん攻めてくるわ。あの化け物も一緒に来るわ。どうしよう。ちょっとどいてちょうだい、ライオンさん。
はいはいはい、どうしよう、あの化け物に食われてしまう。今カカシさんがなんとか食い止めてる。私もすぐに応援に行かなくては。私はいいのよ、ライオンさんはここにいてオズマ姫を見ててあげて。オズマ姫はこの国の人だから朝にならないと目が覚めないの。もうすぐ朝が来るわ。そうすればノーム軍はみんな地下に潜ってしまうはずだわ。それまで頑張ればいいのよ。ノーム軍を追っ払ってくるからここで待っていて、ライオンさん。私はまた一人ぼっちになるんですね。ドロシー様、勇気があって本当に羨ましい。私などもう足がガクガク、目がぐるぐる、胸がドキドキ、喉がカラカラ、耳がガンガン、体中がほらこの通りヨレヨレに震えてしまって、元通りの体になるかどうか心配になるぐらいなんです。じゃあ行ってくるわね。いってらっしゃい、待て。お城の中にいるカカシさんを探すのよ。あそこの窓から入って。今度はあの小娘か。王様、また一人新手が加わったようでございます。分かっとる。ドロシーさん、あの橋の下にノーム王がいますよ。一発お見舞いしたいところですね。分かったわ。体にはぶつけないようにね。死んじゃうかもしれませんから。分かったわ。そう、そこそこ。降参しなさい。嫌だ。降参しないと卵を投げるわよ。それも嫌だ。じゃあすぐに降参しなさい。嫌だ。降参しなさい。やだ。いちいち取りに来るの面倒だわ。みんなちょうだい。はいはい、どうぞどうぞ。カカシさん、もっと卵を集めてくれないかしら。これじゃまだまだ足りないわ。はいはい、わかりました。ドロシーさん、卵投げがお気に入りのようですね。ノーム王がもう二度とこの都に来ないように、うんと懲らしめてやらなくては。化け物。私の真の友人化け首が宿敵を倒したぞ。見ろあれよ。バンジャー、オラ君の決定的勝利だ。バンジャー。ドロシー、ドロシー、怖いわ、助けて、怖い。大丈夫、安心して、私が助けてあげる。あなたどこにいるの？静かにドロシー。これから私の言うことをよく聞いてほしいの。そうそう、黙って静かにね。
へっちゃらなの。エメラルドのあり場所まで教えてあげちゃったの。エメラルドの都に平和は戻るのかしら。次回、懐かしのカンサス、お楽しみにね。